呉市の今知りたい情報をお届けする番組呉ちゃん。体験リポートするのは野川アナ、そして呉市在住50年の明田さんがディープな情報を発信します。まずお店の雰囲気がとっても素敵なんですけれども、この辺りの雰囲気どんなことを意識して作ってらっしゃるんですか？呉出身の芸術家さんたちの作品とか置いてあります。でこういったものを見ながらお食事もいただけるっていうところがあるんですかね？そうですね、芸術品見ながらリラックスしてお食事をしていただくようになってます。さあこちらにナポリタンご用意いただきました。おいしい。トマトソースの爽やかな酸味であったり、これいい感じのあっさり具合も入って絶妙なバランスですね。これはフルーツのパフェ、はい、いただきます。バナナが美味しい次から次へといろんなフルーツ食べれるっていうのがね、アイスクリームと合わせて美味しい。9月25日からクレのアートが大集合するんですよ。クレアート展が行われます。テーマは箱で、クレ出身や在住の芸術家さんたちの作品がここに並びます。はい、箱をモチーフにしたこの空間でお店のお箱のパフェをいただきながら楽しみましょうね。今回ご紹介した情報は月刊クレ版9月号に掲載。ぜひチェックしてみてください。